動画原稿カードの皆さん準備で、はい、皆さん今回の動画では、今さっきなんかクィンダム2の記者会見がありましたね。これを皆さんにできる限り早く、そしてもう簡単に皆さんにお伝えしたいと思いまして、私が自分なりにまとめてきましたので、はい、それを話していきたいと思います。そしてこの記者会見ではメンバー全員が参加はしてなかったですよね。なぜならもうグループだからこそ、なんか人数がめちゃくちゃ多いんじゃないですか。だからなんかそのチームで1人ずつこう記者会見に参加して、ほぼリーダーが参加しましたね。でこの記者会見でいろんな話がありましたし、そして PT さんが話した内容の中で、これからどんな感じでなんかこの番組が流れるかがある程度なんか見えてきた気がして、それも皆さんにちょっとお伝えしたいなと思いますよね。まずブレイブガールズはミニョンさんが参加しましたけど、このクィンダム2に参加ができて本当に光栄だと、そういう感じで言いましたし、 BBC ではオンジさんが参加しましたけど、本当にこのクィンダム2を通じて本当になんか見習うことも学べることもたくさんありますし、成長していると、そして毎日本当に幸せだと、そういう風に言ってくれましたね。そしてオジュソニアエクシーさんは本当にとても緊張してますと、いつも。そしてイダレソニアイブさんは本当にいいチャンスだと思いますので最善を尽くしますと、そういう感じで言いました。そしてケプラーはユジンさんが参加しましたけど、素敵なアーティストと共に素敵なステージをつけていきたいと思いますし、クィンダム2を通して本当にいろいろ学んでますと、そういうふうに言いましたし、フレンさんも私たちが本当に頑張ってますのでこれを見てくださったら嬉しいですと、そういうふうに言いましたね。そして演出の担当しているイヨンギュ PD さんがこのオープニングショーの動画に対してなんか話しましたけど、本当にたくさんの方々がこのオープニングショーの動画に興味を持ってくださって、見てくださって本当に感謝ですと。でもそこで結構いろんななんかもう結構刺激的な編集もあったんじゃないですか。そこに対してもちょっと話したことがあるんですけど、まずこの PT さんが悪魔の編集に対して話しましたね。自分たちは悪魔の編集をするつもりはないんですけど、ただこのクィンダム2である全てのことを隠さずに全てを見せる予定だと。そしてここに参加しているアーティストの方々がこの1回のステージのためにどんだけすごい努力をしているか、それもちゃんと見せたいし、リアルを見せるのが自分の目的だと。そしてこういう完璧なステージができるように自分たちは本当にサポートをするために全ての全力を尽くす予定だと。だからこのイヨンギュ PT さんが話してるのを聞いてみたら、これからも悪魔の編集をするつもりはないですけど、皆さんからしたら悪魔の編集みたいな感じで感じるところがこれからもある予定ですよっていう風に私は聞こえました。だからこの方はこれからも参加者たちの本音、そしてそういう感情、こういうところにフォーカスする予定だと、そういう風に言いましたね。だからこれからもいっぱい泣いたり、怒ったり、笑ったり、そういう全ての感情を見せたいと、そういう風に言いました。そしてこのクィンダム2のコンセプトをチェスにした理由も、もう先輩、後輩、そういうの関係なく、もうこのステージの上では本当に同じ参加者としてバトルする、そういう感じにしてほしいなと思ってチェスにしたと、そういうふうに言いましたので、もうこの方のコンセプト自体がもうこういう感じ、もうバトルさせる、そういうコンセプトなので、やっぱりこれからも悪魔の編集はあるっていうふうに私は聞こえましたね。そしてこの番組のグレンズマスト役割がテヨンさんじゃないですか。テヨンさんを選んだ理由を話しましたけど、その理由を話している途中に東進義の話をしましたね。だから東進義があのキングダムで MC をしたんじゃないですか。だからそこでの東進義の役割で、単純に MC だけじゃなくてステージの裏とかで後輩たちにいろいろアドバイスとかいろいろ話してる、そういう様子を見て、あ、今回のこのフィンダム2ではそういう役割としては、あ、テヨンさんが本当にぴったりだなって思いましたと。もうロールモデルだし、アイドルたちの、そしてわなびだし、だからそういう時に一番思い出したメンバーがテヨンさんだと、
少女時代のリーダーとして、そしてソロアーティストとしても成功しているテヨンさんがいたりでしたと。そしてテヨンさんもこの記者会見でいろいろいい話してくださいましたけど、とにかく、このグローバルファンの方々に結構驚いたようですよね。なぜなら本当にもう韓国と時差もあるはずなのに、もう全世界でこのピンダム2に対してもう話題になってるし、そういう話を一緒にしてるのを見て本当にいい時代になったなっていうのを改めてそう考えましたと。そしてテヨンさんがグローバルのファンの方々がもしかしてなんか韓国語がわからなくてそうなる場合も、なんかこのアーティストの方々が、参加者の方々が本当にステージの上で一つ一つの動作になんか自分の心を込めて、本音本気を込めてその最善を尽くしたら、そのそれがきっとグローバルファンの方々にも伝わると思いますと、そういう風に言ってくれましたね。そしてテヨンさんもオープニングショーについて話しましたけど、そこで結構いろいろちょっと重い雰囲気になったんじゃないですか。お互いちょっとなんか警戒しながらみたいな、そういう風になった理由は、その理由としては各チームが自分のチームに対してのそういう自信、実力に対しての自信、そしてプライドがあるからこそなんか自然に出るそういう雰囲気でしたと。だから当たり前なことですし、もうむしろなんかそういう要素があるからこそ楽しみになるポイントでもあると、そういうふうに言ってくれました。そしてこの記者会見で各チームに参加した理由を質問しましたけど、ブレイブガールズの場合は参加した理由として、去年ロンリンで結構たくさん韓国の中で、そして世界的に愛されましたが、やっぱりロンリンしかないなっていうのがありましたので、今回このクインダム2を通して自分たちのいろいろな魅力を見せた方と、そういうふうに言いましたね。そしてビビジの場合はビビジという名前を知らせた方と、そしてヨジャチングの活動の時やアルバムの活動のためにいろんな色をなんか見せるために努力しましたけど、今回は本当にビビジにぴったりするなんかそういう色を見つける過程になりますように頑張りたいと。そしてウジュソニョの場合は自分たちは人数は多い反面ステージの時間は少なかったと、だからこそ今回のステージを通じて一人一人のそういう魅力も見せたいですし、実力も見せたいと。そうなる場合の方がなんかチームの活動にももっとためになると思いますので、本当に最善を尽くす予定だと、そういうふうに言いましたけど、特になんかこういう記者会見でウジュソニョのエキシさんの言い方っていうか、それが結構自信もありますし、だからこそなんか M 年の悪魔の編集にこれからも利用されるなっていうのがありますよね。なんかこれが多分コンセプトかもしれないですね。この自分っていうキャラを、この番組でこういうキャラを作ってみようっていう風に多分そうしたかもしれないなって思います。そしてイダレソニョの場合は自分たちで海外では結構知名度がある方ですけど、でも国内では、韓国では知名度が低いですと。だから国内韓国のファンの方々にもイダレソニョの魅力を見せた方と、それで参加しましたとっていう風に言いましたね。そしてケプラ、あ、ついにケプラの話かとにかくケプラの場合は新人だからいろいろ不足で経験もないと思うかもしれませんが、ケプラっていうチームは本当に上手だなっていうのを見せたいと、そういうふうに簡単に言いましたね。そしてユージンさんは前にも言いましたけど、新人として上手だなっていうふうに言われたくなくて、ただケプラって本当に上手だなっていうふうに聞きたいと、それが聞きたいと、そう言いましたね。そしてヒョリンさんの場合はソロアーティストとして一生懸命に努力してきましたけど、それをなんかこのキンダムスを通して皆さんになんかたくさんの方々に見せる機会になれば嬉しいなと思いますと。そしてバクチャノさんっていう PT さんが話しましたけど、このクインダムスって音楽番組で1位になったらそれがクイーンになることじゃないですか。そういう基準にした理由は、ね、たくさんのチームが毎週そういうカムバーする中で1位になるのって簡単じゃないですと。だからそこで1位になるってことは難しいからこそ、ここで1位になるチームが、クイーンになると。だから同時カムバックするんじゃないですか、このクインダム2を通じて。だからそこで1位になるのがクイーンだと。そしてクインダム2でブレイブガールズ、ピビジ、ウジュソニョ、イダレソニョ、ケプラ、ヒョリンをキャスティングした理由をなんか PT さんに質問しましたけど、そこに対してブレイブガールズの場合はローリングでたくさん愛されましたけど、まだブレイブガールズ
の魅力をちゃんと見せる機会がなかったと思ってそれでキャスティングしましたと。そして BBC の場合は BBC っていうチームが作られる前からヨダチンゴ出身の3人がなんかチームを作るっていう時点でこのキャスティングを決めましたと、うん、そういうふうに言いましたし、宇宙ソニアの場合はもう韓国のコミュニティで一番リクエストが多かったチームだと。それでもうキャスティングするしかなかったし、宇宙ソニアは十分なんか魅力あるチームなので本当に楽しみだと、そういうふうに言いました。そしてイダレソニアの場合は本当に海外では知名度も高いし本当にいろいろ話題になってますけど、韓国ではまだそこまではなってないのが残念だと思いますし、だからこそキャスティングしましたと。そしてケプラの場合はもちろん Mnet のオーディション番組を通じて作られたチームですけどっていうふうに言いましたね。ですけどそれと関係なくて、ただ本当にアルバムの販売記録とか、そして音楽番組に1位になったこととか、そういうのを見たら本当に実力があるチームだと。だからそういう Mnet の関係は関係なく、本当に新人として勢いを見せることができるチームだと思ってキャスティングしましたと。っていう風に言いましたね。だからここでちょっと私が感じたとこは、やっぱりケプラってエムネ出身だからこのオーディション参加したなっていう風に言われたりするんですよね。だからそこに対しての答えだと思いますよね。だから それもあるかもしれませんが、それと関係なくケプラって本当に実力あるチームなので、その実力はちゃんと見せるチャンスになればいいなっていう風に言いましたね。そしてちょっと長いですね、本当に最後ですよ。最後に覚悟を言う時間がありましたけど、そこでブレイブガールズの場合はこの共演以外にも本当に共演をこのステージを準備する過程で本当にリアルな様子を見ることもできますので、そういうところも期待してくださったら嬉しいですと。そしてビビジの場合は本当にステージの上で自分たちの本当に心を込めて本当に全力を尽くしますので、本当に応援よろしくお願いしますと。そして宇宙ソニアの場合はちょっと違いました。宇宙ソニアのエクシさんは本当に言い方がちょっと強かったですよね。コンセプトだと思いますけど、本当に命をかけましたと。だからこそ命をかけた自分たちのステージでは本当に熱情が皆さんが見てるその画面からもう出てくるかもしれないですと。だから本当にそんぐらいの熱情を込めて命をかけてステージをしましたと。そして編集で自分がいろいろ使われるそういう動画を見ましたけど、そこで言った通り本当にステージを全部こなしてあげますと。こなしてあげるっていうことはもうステージでも全部勝てあげるっていう意味ですよね。でも韓国ではこういう表現って結構使われるんですよ。特にこういうサバイバル番組とか、結構使われますので、皆様なんかもうびっくりしなくてもいいと思いますね。やっぱりコンセプトもっと盛り上げようとするそういうところもあると思いますので、はい。そしてイダレソニアの場合は本当に先輩たちと共に一生懸命に頑張りますと。そしてここでまた面白い発言がありましたけど、宇宙ソニアのエクシオンにはもうステージをこなしてあげると言いましたけど、自分たちはもうぶっ飛ばしてあげますと。だからもう負けなかったですよね、この新潟からもう、なんていうかな、もちろん冗談もありましたけど、とにかく結構盛り上げようとするところがありまして、これからも結構悪魔の演習は続くんじゃないかなと、十分なんか予想できるポイントでしたね。そしてケプラはそこに比べて本当にもうなんていうかもう可愛いですよ。もうユジンさんが一生懸命に頑張りますので楽しく見ていただければ嬉しいですっていう風にも終わりましたね。そしてヒョリンさんはもう全ての参加者たちの成長も見ることができますし、本当に皆さんが知ってるその期待以上のステージのクオリティを見ることができますので、本当に楽しみにしてくださったら嬉しいですとっていう風に記者会見は終わりましたけど、皆さん結構長かったですよね。私も自分なりに結構早く皆さんに簡単に説明しようと頑張りましたけど、まだ私の日本語はまだまだ片言でちょっといろいろな不足のところがありますけど、ちょっと考慮してくださったら嬉しいです。はい、とにかく私が用意した動画はここまでです。ってことでしょ。